諦めなくてよかったし、諦めたくないって思ったし。8人の若者が挑戦したのは、10日間でプロが認める雑誌を作ること。なんか自分のできないところにすっごい向き合う時間ができたと思います。悔しいですね。強がって飾ってばっかりだなって。君と一緒にチャレンジする。マイナビバイト。